じゃ、最後に質問に。落合博光さんは。名称なんですか、地傷なんですか。ね、じゃ、最後に質問に。落合博光さんは。名称なんですか、地傷なんですか。難しいね。<laughs> え、八年、九年やられたんですかね。 落合さん中日の監督八年あかあそう一緒に出たのは8年八年ね、うん、4年からそう11年までだから、うん、優勝してるし、うん、A クラスでずっとなってきてるし、うん、<laughs> 厳ししかったんでしょいや何が厳しいかってそこが問題でしょう、うん、俺にとって厳しくなくてもみんなにとって厳しいかも分かんないこともあるだろうし、うんうん、俺が厳しいって言みんもみんなのほかの,、うん、の人は厳しくないっていう ももあるかかいやとにかく何、うん、だろうな何か見透か,かされてるようでさ俺自身を全部わかああ分かっちゃってるんじゃないかって思,われ思うようなとこもあるんだよな。ああだから俺が考えていることを、まあ、言おうとしてることも分かっちゃってるのかなっていう時もあるし、うん、その辺が難しいところでさ、うん、全部読まれてるような気がするけど。 言ったら全然違ったとかね。うんうん、あのスタッフ会議とかでお茶屋さんはいろいろ担当コーチによる指示は出すんですか出す、ね。出そうですか。あ、うんまり細かい。いやそこはそっちで考えてくれと。いう、うん、大きな質問の仕方の時と、うん、まあだからオーダーは、うん、まあまあ決めろって言うわな。<laughs> 決めろ。 メンバーが決めるまあ自分の中でも当然サメンの頭があるんだろうけどなき<え>メンバーはじゃあ各自で決めてくれって言われれば、うん、各自で決めろってことは守備側で決める急に、うん、それから攻撃型で言う急にじゃあピッチャー側から見てこう,こ,うこ,うこ,うこういうふうにしてくれると嬉しいっていうのは。<laughs> うん 俺に言わせたら手も取ってもらわなきゃいけないし、守ってもらわなきゃいけないっていうのが一番あると思う。あの監督に合わせるね。だからオーダーを決めろっていうのはある程度のことは俺に言ってんのかなって俺はいつも自分では思ってた。はいはい、思ってた。はい、あるある時そういうことをちゃんと言ったことあるんだよ。はい、でも頭の中にあるでしょ。うん、<laughs> 決めてんのは。うん、うん、まあなっていう時もあれば、うんうん、全然わかんないから言ってくれっていうのも。まあ あるのよ判断ってことはあとは自分たちでっていうのは先乗りとかねスコアラの問題とか対戦のあるとか今日のピッチャーのこととかそれでやる時もあるかろうから決めろっていうのはそうすると担当コーチは今あんまり良くないとちょっと故障のこともあるしとかいう時もあるし体調もあまり良くないとバッティング状態も悪くないっていうのもあるしその辺は監督には一応書 担当かから報告はははしてるはずなんで故障とかあだそれは使えるのか使えないのかそのゲームにどうなるかっていうのは事前に報告してあるから、うん、誰選んでもそれは問題はないんだけども、うん、っていうふうなことは言うんだけど、はい、じゃあ今日のピッチャーで、ね、これでうちのうちのピッチャー、ねうん、うちのピッチャーこれなんだけど、うん、今日できればあの中盤まで5回までにあの。 打ち合いになる可能性があるんである程度点取ってくれないと困るし点で動き出してるんだったらリリーフ陣早く突い込めるけど打たれたけ打たれてうちの方が打てなかったら動きようがなくなるんで多少こっちの攻撃型で行ってくれると俺は助かるなっていうとそういう名前いっぱい出てくるわけよ。じゃあここはこれでいってこっちをこっち動かしましょうかっていうのはあるんだけど。その考えを 全部見つかししてて言ってる時もあるし<ー>でその辺がね勝手にこれ持ってパッティングコーチに持ってこれでオーダーでって、まあ、一応オーダー決まったからパッティングコーチ持ってこれ今日このピッチャーねどうなんだとかって聞く,ん,、うん、聞くんだよな、うん、で知ってるってことやな、うん、聞いて答えて「うん、まあこうこうです」って言ったら「うん、こここれはこうなんだどうなんだ」ってな,なるとやっぱり一応調べてはあるんだろうと思うよね。うんうん まあそういうのは好きだからやってるんだろうけど、うんうん、それが会えばいいけど、離れる時でて困るじゃない。うん、行ったコーチが、<laughs> だからその辺はね事前にあのあのつっついて聞いておいてくださいよってのが本音なんだよみんな。<ー>ね、はい,はい、はい、俺,俺にねみんな言えも <laughs> だったら言えでしょ。だから監督が最終的に決める問題だから、うん、それは監督の言う通りでいいんじゃない。 ですかっってててみんなな言ううわわわけよ、うん、まあこうやざざ決めなくても <laughs> 最終的にはなだらそれはやっぱりあのそれが一番だろうけどみんなそういう形だけど、うん、なればそれは監督が決めんでもいいけどいやこれは監督が決める最終決断は監督だっていうから一応何回も書き直して「うん、こ,これでン」っん <laughs> いいよそれで」ってすんなり決まる「うん,うんうん、うん、いいよそれで」決まったんだろう。うんうんでこれをあしろあしろってのはか書いて決まった時にはい。 ほとんど聞いたことないな。ああ、そうなんだ。うんはあそう、そう、そういうことがあるんだったら、今日これ、これはちょっと使ってみたいんだけどって、先に言うよ。うんうん、うん、だから、その辺は、あの、しっかりしてるなと思うけどね。うん、ピッチャーのことは一切何も言わないけど、うん。僕らから、あの、紙面から見る落合監督さんは、うん、もう。やれ、ばうまくなんだというか、とりあえず練習やれみたいな、結構長いことキャンプでも練習やらしたし。うん まあそのなんか新聞によるとまあこれだけ練習したんだからという裏付けがあるからまあ戦い切れるものがあったって話まあ昔の新聞見るとそうでしたけど、うんうん、練習はとりあえずやら人たんですかやれって言ったんでだそれも選手の実践に任せるようにしたんですか初めはね、うん、まああの一年目四年二千四年に監督決まったってみんなで話した時におじゃいは人にも首切らないって言った 言ってましたねこのメンバーで去年ダメだったこのメンバーでやるとやって勝ってみせる勝たせたい言ってましたねみんな底上げーセ10%底上げまあ俺に対してピッチャーで外国人連れてくるんだそれはあれだよ関係ないから今いるメンバーはこれでやるから外国人はで俺は外国人一人ねグスマンっての持ってきたからまあこれは これが1人入っただけで底上げはもう俺はできたと思ってるから、うんまあ、少なくても7勝8勝はしてくれるだろうっていうのはあるから、うん、その分は大丈夫だと思ってたけど、うん、全体の上げてって練習はね確かに自分がそうだったんだろうけどさ、うん、自分でとことんやってみなかったら駄目だっていうのもある,あると思うんだよ、うん、バッティング時間って時間帯はみんな一緒だよ。 終わってやりながら回ってねロックやったりいろんなことやってトレーニング終わって最後競技場終わってどどうのこうのって言って競技場の前に個人練習は各自で次にやるってだったらベテランから行くじゃん上がんのは大体っテるで、あの時にやっぱそのベテラン連中がね打つからマシンが開かないの開かないの暗くなるじゃん室内にマシンがあるから 外のマシンがまあ3カ所4カ所あったとしてもそこで打ってても暗くなって室内入るとベテランて言ってまあ寒かったら室内、うん、暗くなれば室,室内って、うん、ずっとやってるから若い連中が、うん、打てない、うん、まあ外で打ってるよ、うん、外でも打ってるけど暗くなれば終わりじゃん、うん、だから中日って真っ暗になってまでもそっから若手が打つんだ、うん、そのぐらいねたずなみにしても井上にしてもあの,あの連中がね あのそれまでずっとやってたのかって俺聞いたらそこまでやってないって言うんだけど、うん、マシーンをね無理やり打たせてないよ、うん、もう逆にコーチングもみんなバズってるんだから <laughs> あっち行ったらこう「<laughs> ほでもまだやってんのか」っていうぐらいこみんなワ金になるとこ日程が次の日程が決まんないんだから<ー>ちょっと一人ずつ担当一人来てくれよっつって、はい、そのくらいやってたよ。<ー>ほでもコーチング 置いて帰るわけいかないから誰か残っていかないから。で若い奴はそれからさランニングで終わりじゃん。だからもう七時八時当たり前だもん。入ってくるの。だから夜間練習はなし。夜間練習もうやってるのもんだもん。それより食事会場がさもさすぎて片付けなきゃいけないもん。ああそうですよね。でももうそれ間に合わない人はあの急難から食券渡してあルームサービス。もうトレーナーなんか飯なんか食えないもん。 そのぐらいやってたよ。<う>あのう、感心するぐらい。<う>でもあのう、竹やる。よくできるなっていうぐらい。<う>見てて可哀想になるな。そのおじゃ、おじゃもノックうまいからあ,<う>あのまあ、打ち方もやっぱりあの独特な打ち方するんだけど、ノックうまかったよ。でもね、あのとことんやらなきゃっていうのはね。あのう、ものが見えないっていう、な、昔の人間って、これなんかもうそうかもわかんないけど。 投げること投げられな,ないって言った時にもうそれでも投げてるとどこにも力入ってないのにちゃんと行く時ってあるじゃな、うんはい、はい、それなんていうの体を覚えたような気になるで次の辺だったらバリバリになるけどまだ投げれる、うんうん、バッティングでももう振れないもう振れないって言った時にコンッと芯に当てて払ったボールの打ち方が一番うまいんだっていう時もあれば狙ってもできないものを そのマシン相手でただ打ってるだけで自分が最後まできつくなった時に何が分かるかっていうのをが分かった時は一番一っ前だっていうものをみたいなことを聞いたことはあるそれはなんとなく分かるんだよ、うん、ピッチャーとか投げててもさ、うん、も,うもうええやこれもっ思ったけどこの最後の1球でか、うん、1> あれって思ってもう,もうちょっと投げてみたくなるっていう時があることはあるんだけどさ。うんうんうん だそれはやらされてたらできないだろう、うん。やらされたら時間がきたらやめるだろう、うん。うん、それはやっぱりあの当時の連中ってそれがやるから若い連中もまた引き継いてまたてんのかなって思うけど、うんじゃあ、じゃあ我々終わってからじゃあどうなったのかってこの俺もちらっとこの前もなんかキャンプ見に行ったけどさ、うん、やっぱりか違うんだなと思ったよ <laughs> ああ。<laughs> やっぱりもう早くはもうまだやってるなと思ったら。 とんでもなくもう3時には誰もいなかった <laughs> <laughs> ああそういうものかでもそれはそれで早く終わって短い時でガッとやるのもあのそういう,う考えもあるかなとうんそれはありきだなと思うあの頃よその球団がみぞよってやってたのと一緒でうん今他のチームもな長くやってたりするとこもあるがやったから勝てたとは言わないしやったって勝てないことはあるだろうしねうでもやらなくて勝たないより やって負けた方がまだいいだろう。まあね、いろんなものが見えますもんね。ああ、そういう雰囲気を作ったんだ。だから、だから何だってそうだな。さっきのジャイのあれ、名称なのか父称なのかって言ったら、勝てた A クラスに立つのはやっぱりそこに評価ありますよね。まあそれはみんな言われるやう思うけど、他の人たちはあれだけのメンバーがいたから勝てたんだってそういうふうに言うかは分かんないですね。それはまあ彼の負けた人たちもそうでしたよ。それはそうなんだけどね。 でも、それをさせたと、何にも言わない人じゃん、表向き。それがやっぱりね、あの。みんな溜まって、黙々とやらせる一つの意味、イメージから、んなんかわかんないよねう。まあ、不気味さっていうか、ね。そう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 。うんうん、あんまり、ろこたことって、みた、見たことないやろ、うんうん。いつも淡々としてるからそ,そう,そう俺たちにも、そういうことはあんまり見せない。させない、見せてないようにしてんのか。 なんだかわかんないんだけど。ね一番古い付き合い社会人時代から、もう、どないんだよ。そうなの。不思議なことだな。ないんだよ。不思議な便利に包まれたものが。逆にいい評価になってんだろうな。それを作り立てたのが、逆にそういう方が。あの、まあ、面白いっていうよりも。落合博満に合ってる。影を。そういうふうに作り上げたのを、マスコミがなんかって思う時もあるよ。 じゃあ、っつってバイバイ騒いでわ、手振って出てきたら、おかしいでしょ私たちの先輩に中畑清さんもいらっしゃいますけど。同級生ですかね、落合さん。この前もね、俺もちょこちょこ会うのよ。はい。サウナでとかさ。まあ。それ同級、俺、そうそう、だからね、あの、二人同級生じゃん。はい。うん、一番初めに俺は、連れて会わしたもん。あ、そうなのうん。なんか、あの、ものすごくいいイメージがないから、二人とも。はい。はい。うん。 どうやってやりしたかわかんないけどねだからそれはもうあの横浜スタジアムに一番初め合わせたよ喜んでたよね二人ともあそうですかよかったよかったそれはなんか六一がいろいろあったんだろうけどまあいろんなね昔の選手会のことがいろいろあったんだろうそれはね関係なくはあったけどだからね両極中畑教師明るくてねわーっていうお茶屋さんはそれは全く違うものがあるからねそれはそれで でもお互いやっぱり認めてるとか見てるとか、うん、自分にはできないことをできるっていうのは当然あるからね、うん、まあでも魅力的な方ですよね謎めいてるからなおさらその勝手に判断して <laughs> おこんな考え持ってんだろうなこんなことやってきたんだろうな、うん、こんな、うん、思いなんだろうなって勝手にこう、うん、でもそういった世間の人が一般のいい方に評価を与えるっていうのは案外魅力的 どっちかじゃないものすごく悪く思うかもわないしよく思ってくれてる人もいるということもあるし全部が全部味方になってくれとは本人も思ってないだろうけどもただマスコミがそうやって作り上げてみんなに広めることって感じしてもじゃあ何もできなかった人が「ああだこだね」って言ったって三冠王あれだけのものをね取った人は何も言えないしただ何がやっぱあるんでしょう。 俺なんかみたいなのがやっぱりくっついていけるんだから俺が中川さんにくっついていけたらこれちょっと難しいとこもいっぱいあるかもわかんないけどずっと俺は難しいとこがあるよって俺はンにも言うなるほどまあそんなね大先輩一つしか変わらない先輩だけど大きい大きい二人ですからそうですよね中川さんとも最近はよくサウナで会って本当に会うのよ。 多いときは一週間二三回っちゃうから。そんな、まあ、いろんな話も。ちょこちょこするようになったし、俺もね。まあ、野球界の宝に、とっては間違いないですね。宝としては。で、また、あの、ね、帯会長かっちゃってるから。さいろんな話が、話がまた出てくると。いろんな話をしてくれるんで、嬉しいけどさ、俺も。今日は、先輩、どうもありがとうございました。いえいえ、楽しく。さくし本当に、あのね、あの、千葉県の先輩であり、大学の先輩であり。 えー、プロ野球の先輩でずっとこう長く野球に携わっていろんな指導者の下あるいはその自分が指導者になってコーチになっていろんな選手若手を作ってきたはたまた今回はドミニカっていう海外まで行って <laughs>、えー、日本にそういったドミニカ野球を浸透させていったあ本当にこうさっきあの中田さん落合、えー、さん野球家の宝と言いましたけど森重和も僕は野球家の宝と思ってますから。 今後は健康に留意されてそうだねお互いはもう年だから年になってまだまだね若さでは持っていこうとしてるところはあるけども俺も頑張っては来たけどもまあ俺なんか言いましたら逆にね石毛なんか俺がずっと見せたけどいろんな我々と違うところで一生懸命やってるもう俺らにはできないなというところがさいろんなリーグ作ったりいろんなことしてるのは知ってるからまあ苦労はしてるけどそれはまた何かでね。 頑張りましたよ。はいまたあの俺らの後輩がやっぱり YouTube やってますからまあデーブのとこ行ってもああそうなんですよねありがとうございましたありがとうございましたどうもあコーチ陣がまた俺がこっち来ると何か申し訳なさそうなあの雰囲気を持ったり監督んとなるもんじゃないと思う顔見ただけでも怖かったって悪い言葉ではみんなの前じゃ優しく元気か大丈夫かと YouTube チャンネルといいますと「石毛ひろみち TV」が始まりましてそしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる週に2日に日やってる OB クラブ全国野球振興会25年の歴史があるんですけど野球界に恩返しというコンセプトで始まりました初代会長は川上哲治さんがいいだしっぺでこうなってきてるわけですね我々は人人生のの野球先先輩 のの意思思ををっいいて、その思いを我々がやってるところなんですけどねで。これはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてはなかなかこの野球教室もできないという、はいうん、で今のこういった YouTube だとか、えー、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものをは発信していこうというところなんですよ。 今実際プロ野球 OB クラブユーチューブチャンネルにスタートしてます。スタで、僕も一応会社の中にいる人間なんで、そちらの一緒にやってますから、できれば一日の道 T.V. と一緒にと思プロ野球 OB クラブユーチューブチャンネル見てほしいなと思ってます。はい。はい。チャンネル登録もお願いします。お願ご覧なっていただいたのでございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。 それでいろんなこと思ったら「俺こう思うよいいね」とかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。